一般社団法人日本実業団陸上競技連合は日本各地の地域実業団陸上競技連盟を統括する団体、日本陸上競技連盟の協力団体、全日本実業団対抗駅伝競争大会など日本全国規模の実業団の陸上競技大会を主催していることで知られている。本連合は1957年に設立したが、 その4年前の1953年に第1回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会が開催された。これを機に地域の実業団連盟が作られるようになり、1955年に関西実業団陸上競技連盟と中部実業団陸上競技連盟が結成された。この動きにた地域の連盟結成に影響を与えると、 共に連合結成へ動き出すようになり、1957年の実業団対抗陸上が開催される小田原市で日本実業団連合結成を目標にすることになった。1957年に西日本実業団陸上競技連盟と東日本実業団陸上競技連盟が結成され、その直後に日本実業団陸上競技連合が発足した。 初代会長には、川崎重工業の手塚敏夫がついた。日本実業団連合結成後も、地域の実業団連盟の再編が行われ、1961年に、中国実業団陸上競技連盟が関西から、分離。1971年に、北陸実業団陸上競技連盟が中部から、分離して発足した。日本実業団連合は、毎年夏に、 北海道で冬に沖縄や宮崎などで種目別の強化合宿を実施するとともに定期的に日本国外にも選手派遣を行うなど選手強化にも取り組んでいる。2015年7月1日付で一般社団法人へ移行こう。ありがとうございます。